負けた。ですよね。
いや、それを1つに3倍です。パンチ2点。3ライフ8ぐらい。3ライフ8じゃない。7点は飛ばせるわ。どうぞ。あとは、キロカイス。パワープラッキー。はい。ダメっすね、閉じてるさすがに。やっぱこれ考えるとこいつ欲しいな。はい。あ、ブリッジがネックだ。はい。私ランパン自体はそうでもないけど、ランパン自体は専用しない、難しいので。あ、あれか、クリッジのブリッジ。あ、マグリッジは高い。まだブリッジの方が高い。はい。タッパピピトロー。コムティーナタッパピピトロー。デコのサイズが違う。打ち方が分かってるんですか。出てくるのが分かってる。ちょっと練習を見せてもらっていいかな。しかも大きな山は閉じたのに、どっちにすることはないです。プラスの経営だけを全力で再現してるでしょ。そのプラスの経営がちょっと強すぎるんで、はい、ハンドゼロですか。はい、ハンドゼロです。しかも複数だと複数経営もあるんで、ゼロターン最初に取れないんですよね。そうですね。ついな。はい。もう一回いってみる。はい。そうか、そういうの入るのか。カメラだな。で、一番。長には弱いから。はい。次に思いついたとしたら、ランプリで押し込む勇気ある。まあ、間違いない。それは間違いない。じゃあ、OK です。じゃあ、お願いします。どうぞ。シノボソウ。あ、ピー。ドロー。はい。マジか。なるほど。長なくてってなったら、早速負けた方が楽だ。あれは気に入ったのがあれ、封印されて緑出が負けですね、封印されて。はい、いつもらいます。はい、シノボ君入ってない。はい、キープします。シノボ君が入ってない。なんかチェックします。わかんない。なんか相手がナチュラルに閉じる事故ってこっちしかこれ事故になってるから、キープしなって。今ペイライフしなってる。今18になってます。どうぞ。はい、どうぞ。そうかな。こう考えると逆にポッドだろうな。はい、これも。はい、無理じゃん、シャフォンまで行ったらこれね。
いよいよ無理じゃん、これ。引かされる。はい。じゃあ、通報があったかな。はい。タップアップキープ。はい。はい。引かされる。シャープはねえのか。あの時はどん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 。そんなにいかねえ。セリが負けなくてもう一枚見えるのよ。読みたいキングはクリちゃん並ばないからいいやってなってそれは意味ないそこまで来んのか読みたいキングまずいから読みたいキングはまずいから読みたいキングはまずいからで、どういや確かにな強いんだけど入れる前に大体決まるよねみたいじゃないけどゴマラは面白いもん11、読んじゃダメみたいだからメインからサイドから入れることがないからメインからはい番相手にも結局ゴマラ立つ前に負けるからもらった分かりやすい場所だからそれこそ違いないんだけど、それ対決できないんだよ多数半分にあるんですか、すごいすごいですねジャンドの中とまだタロもいなければこいつら押せなくはないからいいんだけどタロのフレーズタイムボードクロムってくるそうフレンドウォーカーもブルドクエンチャートも入ってるからみたいなこっちはどっちもいいです。どっちもいいです。なんちゃんコントロール。私が自分です。ああ。なんだっけ。もうちょっとその始まるの。見たことない。バトル系のなんかあるっていうかな。ゴールドアイテム。はい。それはプラドル。モンハンのあれはいいよ、これリードなんですか中盤マッチャーマッチャーマッチャーなんだってどうぞお前の腹が出てくるお前絶対女の子食いだからそれで20小さくねえってもんじゃねえぞ戦勝だろ呪いを破壊するああ呪いかネッティングのまあそうなるわな覚えてねえんだけどてか多分エンディングまで見たのかなって思うんだけどサムラほとんどやんなかったかな、うん、あ無駄じゃないと見れないから全部が全部毎回が来るやつクリアしてるからな全部ある程度クリアしたら終わりや最終横しまでシャービツイートだったなんか見てみると残ったなみたいな行ってくるかな俺 BGM を全曲歌ってくれるようにあーあ、ピンと、はい、なんで、ほぼほぼ投了なんだけど、ほぼほぼ投了なんだけど、黒カスは許してくれないという、本当に見てるから、出して殴るんだろう、対策とか言いますね。で、これ、中継してないから、エンド陣を繰り返す、エンドでそちらのランプキックで繰り返したい。どうやって原因遅いって言うのどっちもじゃあ全部動画で見て原因に俺が見ちゃうやつダメなんだよあれやっぱりそういうことはどうしてもいいことできないターゲットしてそのままいっちゃうとかそんなことね原因になるこういうことはクリちゃんマイナスマイナスあさあそうですクリちゃんは修正かあれダメージなんですよ段階だと入れてるのはどこからどこなんですよ俺が勝てる方法はこれが全部寝かせた状態でも全部有効であるみたいな状況じゃないか勝てないからプレイモーマンが出てくるあ2万円払って途中でそれ入ってんとこ初めて見たんだけど今あのこれ系統のやらいやつそうそうそう悔しいみたいなすげえなめっちゃ痛いいやもうここも勝ってるここも勝ってるよこれぐらいぐらいやると相手の心を折るデッキとしか言いようがない大事に、はい、これもうこれあとやいなんか上にやばいんだけどポイポイって削っていくだけ
な、問題な。俺のこのデッキが、軒並みこのデッキつらいんだよな。有効牌が少なすぎんだよな。闇のミッドレンジとかだったらまだ有効牌がいっぱい入ってるからいいけど。インパナル中ですか。グリシモ無理そうだな。グリシモまだやねちゃうね。はい、明日、ヒップにあるけど帰ります。いけなくはなかった。ただ、ドローカスに合わせて、トータルカラーが違う。20秒ね。20秒ね。みんな謎よく怖いよ。塩以外ですよ。塩以外ですよ。社長だってなんかね。通常ドロー。最初から負けたわけだよ。え、なんか何持ってたんですか。俺は、あの、多色期待で。あ、期待なんですか。 MO で唯一チケットが取れたら。減衰で。なるほど、いや、あの、あれでどうで。いいかなと思ったけど。いや、サフィーリはもう、メタライルがあるのが多かった。どれを、どれ敵がしない。黒字はこれぐらいしかもう、レーカーだった。そうです。好きなデッキ使って勝つなんて、夢のまた夢だよ。俺好きなデッキって言ったら、裏もぐつだった。デッキしたし。そうすると、あれ面白いですよ。タイタンぐらいしかない。でも、まあ30チケットもないとした。それ以外は全部動かした後、出てるっていう。先生ね。プランになるのかな。ミフンよー、輪を出してないのに追放されたよ。引き分けはボディーですよ。めっちゃ陰湿じゃねえか。あっちだ。めちゃくちゃ陰湿じゃねえか。はい、なんだこれ。はい、1割ぐらいは起動します。はい、白1マナ。はい、白1マナ。はい、で、まずまず後ろにパス。はい、じゃあ4点で。ピッチ取れられがいて、何気にハンドが少ないとちょっときついから。でしょうな。そらしてカットお願いします。多いマリガンド強いよ。マリガンド強い。あ、まあ、確かにそうかもしれないですね。うんじゃねえよ。うんじゃねえみたいな感じのがあればいいですからね。はい、これすごいの。これすごいの。電源とのクリーチャー20。どうぞ。はい、起動します。はい、欲しいな。逆に。
ケストラ映画とかね。映画だねそれも。写真で俺。あのえちょっと前映画行った。やめて。絶賛だ。ああ。埋められてます。ああって。食品まで行っちゃうんですね。中。クリーチャー行ってもいいですか？
プレコン。はい、オッケーです。考え入りのプレコンにして。これだけは、付き合う潜在能力で。これ覚醒やった。もらいます。カウンター増やして。それが初めて聞いたよ、この。ダメだ。ダメだ。やっちゃって。やったらおかしなデッキしかできねえ。残った残ってしまった何これ。あれと見て燃える関係ないそれ伝説の空間だマッチも7台します。7万の名前はしかもこれマリナじゃない。どうぞ。まあ一見いろんなこと書いてありそう。実はクレバーの気持ち。はい、やった。はい、偉そうにしてて能力もないっつったら乗ってきます。今日は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 。いや、これ気持ちいいっすね。ドロー。簡単ですか。ダメージ計算ができる。どれだ、もうバントに入ってくれば大丈夫。緑一番の番号番号番号3考えたと思ったら増寿3されるとあとダンスリーグあたりにシャスのカウンターが20個乗ったら勝ちっていうのがあって。いや、破壊されないので殴り系だと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 。はい、どうぞ。エンド。開けたね、あれね。逆に人間ずっと怖い状況だから。やったね。あれに乗せれば。いや、でも、あれは乗せれば。エンドライブ。いや、3点。やばい、あれやばい。で、バイオルに勝って、タップキープ。あれ、ごめんなさい。コンビ的に。パンチ。あれ、やっていいんだけど。エンチャーしよう。はい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 。あれ変わったな。ムカついて。ムカついた。で、その色だからやっぱり近いやつがいいのは新しさだね。で、なんとはなんか。まあ、あれだったら、あれでも大丈夫。本当は僕27。どうぞ。いちゃうもんな。適当。先にこっちをごめんね。はい。これは、ほら、大田使いからトークに2体出るし。1体死ぬけど。はい。クレターもずっとのカウンター倍の数。だから、いいじゃねえですか。ああ、やれた。横さん、あの次もそこで出た。何がしたいんだよ。そうだった。キャストします。はい、ザボタン違うのかな。不明よ。エンドマイン地図割りたい。不明よ。ズームだな。 PTJQC ちゃんとペッ、あ、PTJ ドロー。あ、そういうことか。前何だっと PTJ って寝れたことになるんでしょ。ベスト8までいいかな。あ、結構ベスト8に行くか次の PTJ 出れますか。どうかな。ビビンビンが出たら怒られる。好きだよな、キャラ。好きだよ、好きだよ、好きだよ。今度ゲンちゃんってなんだよな。そう。生きにさせるとテーマです。必要が。今度見て。必要が。足に来ただけ。はい。終わってない。終わってない。はい。こっちからプレイして。こっちだとエンチャントバック、全然クリーチャーでもあるから、クリーチャーでも。クリーチャー。で、バインドで出た段階で、クリーチャーじゃないの能力が入るから、緑。はい。します。可能性は、うん、え、そうなんじゃない。ここ後ろに入社さんの回線がある。あ、なんか話した。どうなんだろう。
で決めます。はい、7もなくむしろメイン、はい、まずキャスターあ、そうか、キャスターかで同じ曲でいいや、はい、こっちのキャラの無料のキャラあ、まだ俺入れてねえやつはい、これ、キャスターだからタップ、タップ、ピップ、ドローこれ、ってことは神様でうん、楽しそうだな間違ってからね間違ってからね15柱アイドルキャスターか大きいの伝説のクリスタイシリアル版のぶつだけで2時間の瞬間はエンチャント能力で権限しなければただのエンチャント伝説のエンチャントになる若干できそうな気がしてきたあ、いいかもしれない、はい、頑張ってるって受けてくんだよねみたいなこと言われたんですよねはい、5点でしたっけ14はい、お願いします。はい、アマティルタルズのドロー土地をわざわざこういう風に持ち込んでならないことを考えたら他の火力にあった方が強いっていうのは前話したのに、はい、結局はいつ時でも 2-2 になる時あるし、はい、今回はミッチャーの試合を見せるダンプしてシミチの方が強いじゃないかみたいな話も ちょっとだなー。